あきちゃんのママチャンネルへようこそ。高地あきです。アルコール消毒とかもういいからかな。手がボロボロです。なので今日は自分で爪のセルフケアをしていきたいと思います。それではスタートです。はい、というわけで早速始めていきたいと思います。あの高校生ぐらいから AKB に入ってネイルとかをやったんですけど、こう夫と付き合って同棲を始めたタイミングで料理作るようになってから、ジェルネイルはしてるけど、あの今までラインストーンとかいっぱいつけたんですけど、そういうのやめて本当に一色塗りとかちょっとフレンチとかグラデーションぐらいにしてたんですね。なんですけど子供が生まれてからはなかなか行く機会もなく、ネイルサロンに2時間行ってるぐらいだったら寝たいって思ったり、ネイルサロンに2時間行ってるんだったら子供と遊びたいとかいう思いもちょっとなんか自分の気持ちの中の変化もありまして、子供が生まれてからは結構大事な時、こう手元が映る仕事だったりとか撮影とかの時はこうネイルサロンに行って限定でジェルネイルもしたんですけど、最近は家でこのようなボックスの中にまとめて自分の爪のケアのセットを置いております。これからやってくるのは超自己流の、今までネイルサロンでやってたやつを見よう見まねでやってみた私の行き着いたセルフネイルです、ね、まずは結構甘皮がね、なんかさボロボロになりやすいんだよね。最近やりやすいんですけど、ちょっとこれいつもネイルサロンとかでこうチャポンってつけて甘皮を柔らかくしてから処理していくみたいなことをずっとやったので、私も家でもやってます。ちょっと浸して、これがめちゃくちゃリピートしてます。このね、よくね薬局とかで売ってるやつなんですけど、オイルインキューティクルプッシャーペン。あ、なんで右手からつけたんだろう。多分なんかプッシャーってやつ、ガリガリガリってやつをこれでできちゃうんですよ。ペンタイプで、しかもこれにオイルが入ってるから優しく押し上げてくれるっていう。こうやって私今右利きなんですけど、右手をやってて左手でも危ない、痛くない、なんかガリっていって流血する恐れもないし、こうやってカリカリってこう細かめ薄いとことかも綺麗に押し上げられるんですよね。ネイルサロンに行くと結構工程多いなーって思うじゃないですか。なんですけど家で、あ、これだけあれば爪甘皮綺麗になるなっていう結構脱水のところを自分の家でも揃いやすい道具でやっております。このねブッシャーペすごいんですよ。本当に利き手じゃない手でもこんなゆっくりやって痛くもないし、結構甘皮処理って痛いじゃないですか。痛くなくて、今親指だけだけどカスが見せるなって感じですよね。めちゃくちゃこれだけでも綺麗に甘皮が取れるんですよ。オイルインキューティクルプッシャーペンは超リピートしてます。めちゃくちゃ使いやすい。最初にやっぱりお湯とかに指浸してやると甘皮が柔らかくなってるからやりやすいかな。この甘皮だけちゃんとやってるだけでも手の印象、指の形の印象が違うと私は思ってます。本当だったら甘皮だけでもネイルサロン行きたいと思うけど、それだけで行くのはもったいないって思ったり、ジェルネイルしてるとね爪の持ちもいいから、あー最終回1ヶ月に1回行けばいいやって思うけど、この甘皮ケアだけだと2週間に1回だけは必要になっちゃうかも。家でこうやって空いてる時間に、あー手取れそう、いただいたってなりながら、だけど予約取らず自分の時間をこうできる方が嬉しいんですよね。ご飯になってこう、まあ利き手じゃない方だから待って、うー手が、まず右手の甘皮をこのブッシャーペンで押し上げました。この甘皮を切るなんていうの、ニッパーを私は持ってます。これは結構便利で、利き手利き手じゃなくてもこう挟むだけで綺麗に切れていくから、しかもまあ切りすぎ注意なんですけど、出たところ、甘皮出たところを綺麗にこう出てるところだけ、余分にはみ出してるところだけ丁寧に切っていきます。
ジェルネイルをしていた頃は爪がめちゃくちゃ薄くなっちゃってて、ジェルネイルをやめることができなかったんですよね。やめた瞬間爪折れちゃうとか、めっちゃ短くなっちゃうとかだったんですけど、やっぱり妊娠出産する時って、ね、ジェルネイルとかつけてちゃいけないから、それを機にやめてから、最初はもう産後爪がめっちゃ薄くなったりとかして大変だったけど、今となっては結構しっかりしてきました。もうニッパーで甘皮を取る時に行き過ぎると血が出ちゃったりもするので、結構慎重に。あれ、アルコール消毒が多くなってから爪の周りがもうひび入っちゃうことって増えたじゃないですか。これもうまい具合に引っかかるとこだけ切ったりとか、でも引っかかるとこだけ切ると次また引っかかったりもするので、難しいですよね。もうこういう作業好きなんですよね、私。多分こう綺麗にするとか細かいとか、同じ作業をこう黙々とする大好きで、ジェルネイルキットを持っていたこともありました。でもやめたのが、そう、ジェルネイルして持ちはやっぱりいいんですけど、そういうネイルに比べて、あの剥がすの、あのジェルネイルオフするのがすごく嫌いで、ジェルネイルは自分でやることもありました。お店でやってもらう分には全然いいんですけど、でもお店でやるにもジェルオフだけで30分取ったりとかするから、2時間以上座ってるのも私きついんですよね。オフからめちゃくちゃ早ければいいんですけど、オフで時間取ってこれからじゃケアしてもらってってなると、結構ネイルサロンってずっと長いから、それちょっぴり苦手で、もう最後のうずうずしちゃうんですよ。あ、痛いみたいな。爪ってふっとした瞬間にこう人に見られてあって思うことありますね。私結構レジとかでカード渡すときとか、クリスカード渡すときとかって、あで自分で目に入っちゃって落ち込むことが多いんですよね。ちょっと痛いんですけど、今はちょうど、あ、そうね、マニキュアも塗ってなかったんですよ。ネイル塗ってなかったから、もういつも決まってるネイルが、まあ、2色ぐらい買ってて、まあ、ナチュラル系なんですけど、それを塗って過ごしております。今回は結構久しぶりの2週間ぶりのケアなので、細かい処理も大変だったりもするんですけど、1週間に1回とかやってるタイミングではこんなに大変じゃないです。大丈夫ではない、あ、また大丈夫、あっちゃんではないな。風の音にびっくりしました。右手だいぶ綺麗になりました。大丈夫かな、綺麗になりました。で、この甘皮処理を反対の手もやっていきます。だからまずは冷たい変えていきます。お風呂上がりとかのは楽ですよね。お風呂上がりとかにこれができちゃうと、このつける待つっていう作業がないってことかな。やっぱり甘皮処理するだけでも爪の形がすごい綺麗になります。拭いてまた押し上げていきます。でこっちはね、右手でできるのでめちゃくちゃ早いかな。よし、これで綺麗に押せたので、また切っていきます。ニッパーのいいところは右手左手関係なくこうやりやすいのがいいですよね。よし、無言のひとときが終わりました。というわけで、これで甘皮切りが終わったので、次は爪の長さを整えます。爪の長さを整えるなんかカチカチってやつもあるのですが、私はある程度まで爪切りで切ってから形を整えます。子供生まれてから爪長くしちゃうと子供の肌を傷つけそうで怖くて、本当にそのくらい子供の肌って柔らかいから、自分の爪が伸びてることもちょっと怖いですね。ちょっと伸びすぎてて今、あ、やばって親に帰ってます。爪を切ったら、このヤスリ、なんかヤスリも今まで紙タイプのことが買ってたんですけど、結構この金属タイプのやつを買っ
買ってからはずっと長く使えてるのでめちゃくちゃいいです。で切ったところを振ってあげて滑らかにしておきます。形もある程度自分の指に沿った形にしているので綺麗な感じで、私は角を作らないタイプなので角を作らない、爪切ってこの角だけっていうのも全然いいと思うし、切るだけは危険なのでぜひやってあげてください。私大人になってから爪ってなんでこんなに硬くなるんだろう。ちっちゃい時の爪ってめっちゃ柔らかくないですか。子供の爪とか切ってると思うけど、ハサミとかで切ってるんですよ。あんなちっちゃなベビー用のハサミで切ってるけど、爪を切った後にもちょっと整えますね。なんかちょっとこれあれか、爪切って吸った後に甘皮ケアした方が良かったのかな。私が最近お気に入りなのがこれ、なんかジーニッシュマニキュアの、私は55番か28番を使ってます。色はっていうとこっちの方がなんかヌーディーな色ですね。ピンクベージュみたいな感じでベージュっぽい色がほとんど色がつかない感じ。こっちは55番フォクシーティルなんですけど、これがフォクシーティルなんですけど、こっちは落ち着いたローズみたいな赤っぽいでもピンクっぽいベージュっぽい何色って感じの色で、爪に色を持たせたくない時、撮影とかでナチュラルでいいやって時はこっちのベージュ使うんですけど、基本的にあなんか色欲しいなって思う時はこっちの55番のフォクシーを使います。こちら使います。でベースとかも塗った方がいいんだろうけど結構めんどくさくて、なんかこれがなんで使ってるかっていうと、太陽光に当たるとどんどん硬くなるみたいな、しっかりつくみたいな感じのことを書いてあって、どうしても剥がれやすいってイメージなんですけど、結構これ本当に持ちがいいです。私調べめちゃくちゃ爪の色も綺麗で、この3本塗っただけだけど見ますか、本当に血色が良くなったぐらいの色で綺麗なんですよ。あー手がシワシワ、手がシワシワなのはご愛嬌で、ね、頑張って家事してるって思っといてください。一度塗りでもいいし二度塗りでもいいし、今日何しようかな本当に。って難しいですよね、引き手じゃない方。じゃあ二度塗りいきます。それで完成、ツヤツヤ、あ、完成じゃない、嘘、トップコートも塗ります。ちょっと乾かします。ほんと爪に塗ってちょっとやるだけでもテンション上がるし、綺麗は指先からって本当なんだなって思います。乾き乾き。でこの同じくジーニッシュネイルグロス、ネイルグロストップコートですね、塗ってきます。トップコート最後に塗るだけですごいツヤツヤになるし、1週間持ってくれたらいいなとか、何日間か塗ってるなっていう時は必ずトップコートを塗ります。ツヤツヤネイルできました。セルフネイルケアをしてきました。まあね、指先人も大事ですよね。ネイルサロンにはなかなか行けないままでも、こうやってちょっと薬局で買えるアイテムだったりとかでやるだけですごく指先綺麗になるし、お家のちょっとした今もう30分ぐらいかな、30分ぐらいできてしまうので、また最近手荒れてて指先見るの嫌だなとか思ってる方、自分でネイルして指先から綺麗にして心も明るくいきましょう。というわけで最後まで動画を見てくれてありがとうございました。またね、バイバーイ。あ、オイル塗らなきゃ。オイル塗ります。今だけじゃなくても、ネイルの後だけじゃなくても、寝る前にハンドクリーム塗ってネイルオイルを塗ってあげるだけでも本当にマニキュアとかの持ちもいいし、乾燥ってお顔の肌とかもそうだけど爪とか全部に対して負担なので、こういうオイルでケアしてます。はい、というわけでもう一回になっちゃいましたね。見てくれてありがとうございました。バイバーイ。